ただいまより斉藤経済産業大臣の副業記者会見となります。本日は冒頭発言はございませんので話を出席します。はい、はい、よろしくお願いします。次がですね、大阪関西万博に関してです、はい、メタンガスの対策に約9兆円の追加が生じる可能性があるかと思います。でこの点に関してですね、海洋建設の予備費から捻出するという指摘についてもいです、追加費用を発生することによって、はい、まずご指摘の万博会場で発生するメタンガスの安全対策等に伴う費用、この内容につきましては、本日行われる博覧会協会の理事会にて、議論が行われるというふうに承知をしています。で追加的に要する費用につきましては、まず会場建設費の総額が2350億円で、そのうち全体工事費2220億円、これを合理的に執行するということによって捻出された予算残高がありますので、まずこの予算残額を活用することが重要であると考えていまして、直ちにですね、130億円の予備費からそのまま失踪するということにはならないというふうに考えていますが、いずれにいたしましても執行状況につきましては、経済産業大臣のもとに設置された予算執行監視委員会の枠組みを活用しながら、博覧会協会における会場建設費の執行、これを厳格に管理監督していきたいと考えています。はい、本件なんですけれども、自民党総裁選に関することで参加していることでありまして、参加とされた国民が論戦も特化しておりますけれども、総裁選に期待されることを教えてください。また大臣ご自身にですね、大切な一票というふうにおっしゃっていらっしゃいますけれども、総裁選どう効果するかというふうについてもお考えをやっていただければと思います。はい、まず自民党の総裁選ですけれども、自民党がですね、大きく信頼を損なった状態での総裁選ということになりますので、自民党がその政策においてもですね、その党のありようにおいてもですね、国民の皆様から自民党は変わるなというふうに思っていただいて、もう一回信用していただける、そういう状況に何としても総裁選は持っていかなくてはいけないと私は思っていますので、そういう目でよくこれから考えて、自分なりにもですね、どういうふうにすればいいか考えていきたいと思っていますが、誰に私がという二つ目の質問につきましては、心の中にはあります。はい、それではその他質問ある方挙手を願います。はい、岸田政権は、脱炭素と社会を目指す グリーントランスフォーメーションを、そしていとも簡単に、原発再生と加速し、2024年6月26日には福井県の老朽化した関西電力大井原発3、4号機の運転期間を40年まで延長する長期施設管理計画が認可されました。ご存じの通り、ウクライナ紛争においてはロシアが確保したザポリージャ原子力発電所に対しウクライナ軍が攻撃し、戦時に原発や容易に攻撃の対象になり得ることが明らかになりました。迫るところに原発を54基も抱えている日本は、それだけでたくさんのミサイルの供給を抱えていることになり、まさに勢力深く企業を自爆投資し、投資による企業を創造し、極東情勢につきましても、政府のウクライナへの過剰な戦いを見守って、ロシアを民主的に対峙され、極東で事実上、中国、北朝鮮、ロシアと向き合わなければならなくなっており、日本国民の命と、安全に対するリスクはかなり高くなっています。斉藤大臣は今般の自民党総裁選により成立することになる新政権においても、岸田政権の
原発政策が継続されるとお考えでしょうか。また斉藤大臣はこの原発のリスクについて今度は見ておかれているでしょうか。まず次の政権においての政策方針につきまして、まあ、私からコメントすることはちょっと不可能でありますのでご容赦いただきたいなと思います。でその上で申し上げますと、まあ、政府としては原子力は再エネとともに脱炭素電源として重要であると考えておりまして、安定供給の観点からも安全性の確保、これもちろん大前提でありますが、その安全性の確保を大前提に活用を進めていく方針であります。将来にわたりましてエネルギー安定供給と脱炭素、これを両立をしていく上では、こうした課題に対する対応の大きな方向性につきましては総理総裁が誰であれ変わらないのではないかなとは思っております。ご指摘の我が国に対する武力攻撃が発生をするような事態につきましては、これはもはや原子力施設の問題ではなくて我が国自身の防衛の問題になってまいります。原子力施設へのミサイルによる武力攻撃に対しましては、イージス艦やパクスリーにより対応をするほか、事態対処法や国民保護法等の枠組みの下で原子力施設の使用停止命令、住民避難等の措置を準備しているところであります。このように原子力発電所等に関する各種事態発生時における関係機関相互の連携確保についても、政府全体で必要な備えを行ってきているところでございます。他はございますでしょうか。では TBS さん。TBS テレビの柏と申します。自民党総裁選についてまた改めて伺いで、おととい出馬しないということをおっしゃってましたけれども、ちょっと改めてその理由というか、推薦に含めてご了解を伺えればと思います。先日私がコメントしたことに尽きるわけで、あります。推薦人の確保についてのご質問についても私従来からその点についてはお答えを差し控えてきております。ただ強いて言えば先日お話した通りですけど、我が陣営にはですね、志高くしかも捨て身の覚悟で集結した仲間がおられて、そういう人たちばかりだったということで、その点については大変誇りに思っているということを改めて申し上げたいと思います。よろしいでしょうか。報道承知していますが、これ従来申し上げておりますように米国の法律に基づいて、手続き継続中のしかも個別案件でありますので、日本政府として、コメントすることは差し控えなくてはいけないと思っているんですけれども、ただその上で申し上げれば、日米相互の投資の拡大を含めた経済関係の一層の強化、インド太平洋地域の持続的包括的な経済成長の実現、経済安全保障分野における協力等は私は双方にとって不可欠であると認識をしています。でこれを進めていくためにはですね、日米企業間の一つ一つの取引の積み上げも極めて重要であるというふうに考えております。こうした積み上げが日米の強固な経済関係の重要な要素を構成しているものと理解しています。これまでもコメント控える人もおっしゃっておりますが、その経団連とか全米商工会議所が書簡を出したりとか、あるいはアメリカの大統領選の候補者が言及したりとかです、常にその日米 の, その経済界を巻き込んだ話に発展しているんですけれども、それを踏まえても日本政府としてこれからスタンス変化をさせていただきます。内政干渉になるんじゃないかということです。はい、よろしいでしょうか。それでは本日の記者会見を終わりにいたします。